はい、ガッチャんです。えっ、ー、と、ご飯あってね、あの、医療タイマー、CBD って言いますけども、えっ、ー、と、タイマー、朝からね、朝から、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだっけ、麻薬成分、THD を抜いた CBD オイルというものがあります。はい、えっ、ー、と、最近はですね、まあ、知ってる人と知ってるっていうような、えっ、ー、と、オイルなんですけども、それを、 先週、ちょっとね、体験してみることができました。で、まあ、あのー、純度が高ければ高いほど、あの、高いものなんです。はい。あのー、後で、えっ、ー、と、ちょっと検索してみようと思うんですが、まあ、残念ながらね、私が、私は簡単に手に入るような金額のものではないんですが、あのー、まあ、いろんなものに、あの、効果があると。 言われてます。で、それはね、ウィキペディアなんかにも、これとこれとこういうのに効果がありま、あの、効果が期待されますよっていうふうなことが書いてあるんですが、まあ、あの、うんと、私がそういう症例になったことがあるわけじゃないので、まあ、本当のところわかりません。ですが、私はね、あの、飲んだ日よりも、その翌日、翌日にね、この CBD っていうものの可能性を知りましたね。 で、私自身は、まあ皆さんもご存知の通り、さほどあの精神的に強いわけでもなく、えっと集中力は一瞬あっても、その集中力の持続がなかったりとか、ここのバランスを崩して不安定になったりとか、まあそんなのはよくあることです。はい。そうなんですが、あの、まあそういったね、精神的なものに関しても非常に効果があると言われている CBD オイル、あのまあ飲んでみたんですけども、そうですね。 あの、翌日、私は翌日すごく感じました。翌日にね、もう、あの、ここの奥から湧き出てくるような、ものすごいあの、えっと、元気っていうかな、なんとも言えない、あの、小学校とか、幼稚園児とかがね、キャッ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 行って走り回るじゃないですか、家の中でもどこでも。 あれ、あんな感じ、キャッキャ言ってね、走り回りたいぐらい、なんか一日がすごい充実して、ものすごく元気に満ち溢れた一日を、その、えっ、ー、と、CBD を飲んだ次の日に体験しました。まあね、このようなことが、あの、あれがね、本当に CBD の効果だったかどうかはわかりません。でも、私はね、それを感じたときに、これはね、これは、すごいもんだなと思いました。 まあ、私の拙いえな、ー、い感想ですが、あのぜひあの、多くの方に医療大麻、CBD の可能性を知っていただきたいと思っています。がっちゃんでした